カール・ヨーゼフ・シュレーターは、スイスの植物学者、植物生態学者。生まれはドイツのエスリンゲンである。アルプス山脈を中心とした、高山植生の研究で名高く、フランスの植物学者、シャルル・フラオーと共に、植物群落単位の基本として、群衆を用いることを定義し、植物生態学に、個性大学と群生大学を設けて、 植物社会学の発展に貢献した。1855年12月19日、ビュルテンベルク王国のエスリンゲンに生まれる。スイス連邦工科大学の一つ、チリッヒ工科大学に進学する。チリッヒ工科大学では、同国出身の植物学者、カール・エデュアルト・クラメールの女子となり、同国出身の地質学者、博物学者である。 オズバルト・ヘールの後に1926年まで母校の植物学教授となる。1910年にブリュッセルで開かれた国際植物学者会議ではフランスの植物学者フラオとともに当時混乱していた植物群落の単位の基本とし群衆を用いることを主張し、その後群系と対立して学会に認められた。その後、 国際植物学会の用語委員会のリーダーとして、植物生態学用語の統一に尽力した。1939年2月7日、チューリヒで亡くなる。ABC 版 u 百科大辞典 1972P313 第日本百科0辞典 1967P322 グランド現代百科辞典辞典 1983P407SCHR 4は植物の学名で命名者を示す場合にカール・ヨーゼフ・シュレーターを示すのに使われる。ありがとうございます。